はい、ということで焼き上がりました。これやばくない？こんばんは、ソテヒロです。ということで今回はついにザーピーチャーを作っていきたいと思います。今回はピザソース、ピザ生地、全部手作りでやっていきたいなと思うんですけど、意外とね、そんなに時間かからずできそうな感じしてるので、ちょっと初挑戦なんですけど、うまくできるかな。で、今回はモッツァレラチーズとバジルのマルゲリータ作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。飲み物の準備をお忘れなく。ちょっとね、里江ハウスの夕食なんで、これ今日のうまくできなかったらご飯抜きになっちゃうから、ちょっと頑張って作るね。まずはこちらのトマト缶を開けていきまーす。なかなかトマト缶って買わないよね。はい、どーん。そしたら玉ねぎをみじん切りしていきまーす。むずくない？玉ねぎとかさ、みじん切りをする工程のさ、この刻み粉を入れてる段階で切っちゃったりするよね。そしたらここにぶち込みまーす。うわ、これだけでちょっとうまそうな感じないか。そしたらここにおろしにんにく2かけ分ぐらい入れまーす。にんにく大好きこう余計なことするといけないんだよね。オリーブオイルを大さじ1入れまーす。コンソメ少々、これコンソメだよね。砂糖も少々、塩も少々、胡椒も少々で、これであとは加熱をして様子を見ながらかき混ぜるだけっていうことで、めちゃくちゃ簡単。あっ、すげえ、ピザの匂いする。結構これ跳ねるね。気をつけてね、みんな。結構飛び跳ねますね、これ。ラップをして電子レンジで500ワットで8分間加熱させまーす。パスタとあえても美味しそうだ、これ。よし、そしたらこの間に生地を作りましょう。そしたら強力粉を 240g 入れていきます。砂糖を大さじ1、塩を小さじ1/2、オリーブオイルを大さじ1、金魚の餌じゃなくてドライイーストを小さじ1入れます。何 g なんだろう。 3g ぐらい。そしたらここにぬるま湯入れていきます。今回ちょっと前回のパンで失敗してるんで、120から150の水分って書いてあったんですけど、120にしてあります。熱い！ちょっと熱かったかもしれん。それでね、またまとまるまでこねるというあの作業でございます。前回の食パンでだいぶ失敗してるんで怖いんですけど、あ、でももう割と手にはくっつかずに馴染んできてはいるのかな。ちょっと多分水分が少ないのかもしれない、逆に今度は。で、8分加熱したソースが出来上がったら、これをね、もう一回混ぜまーす。混ぜまーす。で、なんかレシピだとホールトマト缶を使ってるんで、ここでトマトを潰す作業があるらしいんですけど、僕今回カットトマトを買ってきたので、なんか良さそうだな、このままでも。ちょっと様子見つつ、もうちょっとだけ加熱してみたいと思います。この前マリトッツォの時にさ、パン焼いたじゃん。あれからちょっとパン焼きたい欲みたいのがちょっと出てきて、コメントのリクエストでもあったんだけど、ジブリ飯再現してくださいっていうコメントがあって、やっぱジブリ飯といったらラピュタパンなわけですよ。あのパズーとシータが洞窟で食べるさ、目玉焼きが乗ってるトーストがめちゃくちゃ美味しそうやん。でも目玉焼きトースト作るだけだったら動画一瞬で終わっちゃうから、食パンから作るラピュタパンっていうのを今度やってみたくて、ぜひそれをやった時には動画見てください。よろしくお願いします。滑らかな感じになってきたんで、このままラップをして10分間休ませたいと思います。キャッチボールできそう。はい、ということで10分経ったので、生地を伸ばしてソース塗って盛り付けして焼いていきたいと思います。なんかね、心なしかちょっとでかくなった感ある。割とふんわりラップにしてたんだけど、今もうピチピチになってるから、発酵進んでちょっとでかくなってる感。そしたらオーブン天板を出してクッキングシーツ。あぶねえ、買ってこないと。そしたらこれを伸ばしていく。まずこうだ。
わあ、思い出したー。俺今日100均でなんか買わなきゃいけないって思ってたんだけど、あの行っても全然思い出せないから帰ってきたのね。こうあのピザカットは欲しかったんだ。思い出したー今。ちょっと不格好ですけど。よし、オッケー。よーし、塗っていくよー。やばい、ピザ感すごいね。楽しい。我が子をめでるかのように子はいませんが塗っていきたいと思います。で、あんま塗りすぎるとなんかねべちゃべちゃになるから気をつけてみたいなこと書いてあったんだけど、ちょっとせっかくいっぱいあるから塗らないバージョンと塗るバージョン両方作ってみようかな。モッツァレラのっけていきます。でかいかなこれ。ちっちゃい丸だと思ったらめっちゃでかかったんだけど、このモッツァレラ。空いたところにバジル乗っけていきます。これもスーパーでね150円とかで買えるからお手頃にできると思います。わ、めっちゃいい感じやん。今までピザを食うってなったらデリバリーの概念しかなかったけど、これ美味しかったら全然ありなんだけど。最後にちょっとオリーブオイルを上からかけるとこんがり焼けるらしい。ではいきます。はい、で6分20秒。なんか本来ピザって400度以上の釜で1分半で焼き上げるらしいんですけど、やっぱ家庭用のオーブンだとそこまで温度が上がらないので、ヘルシオはね300度までいけたんだけど、ちょっとみんなが作ることを想定して今回は250度にしてみました。はい、ということで焼き上がりました。これやばくない？これマジであのイタリアンバルとかで出てくるやつよ、これ。すごない？めちゃくちゃうまそうだよね。よし、じゃあ早速これ切ってみましょう。ちょっと包丁しかないんで包丁で切りますが、あ、結構周りしっかりサクサクになってる気がするよ。ということでピザと言ったらやっぱりコーラっしょ。これミスると後々後悔する。乾杯。熱い。いただきます。うん、うまっ。ちょっとお姉さん、家のクオリティじゃねえぞこれ。いただきまんぼ。え、めっちゃうまいよ。生地もちゃんとサクサクの部分もあるし、もちもちふわふわの部分もあって、ピザソースもめっちゃ美味しくない？美味しいよね。うまいよね。はい、ということで第2陣ちょっと生ニンニク乗せて焼いてみたんで、よいしょ。これは絶対うまいでしょ。ではガーリックマルゲリータいただきます。あちちちあちちち、おいしい。ニンニクは正義、臭いは正義だわ。ごちそうさまでした。多分これソースでだいぶ味が決まってくると思うんですけど、ソースのレシピ概要欄に貼っておくので、ぜひ皆さんも興味があったらピザをお家で作ってみてください。250度ぐらいまでオーブンが上がれば多分焼けると思います。それかオーブントースターで焼くみたいなレシピもあったので、興味ある人はぜひ探してみてください。ってことでまた次回でお会いしましょう。バイバーイ。